こんにちは、ソロバン情報局の夏美です。今回のテーマはこちら、ソロバン学習が脳に与える影響について。今回はちょっといつもとは違う切り口でお話をしていきます。昔ながらの学習方法として知られているソロバンですが、脳への効果が科学的に証明をされています。ソロバンは計算が速くなるだけじゃないのと思った方、実はそれだけじゃないんです。今回は脳科学、論文、右脳と左脳の違いの仕組みを交えながら、分かりやすくソロバンが与える脳への影響についてを解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。ではまず結論からお伝えをすると、ソロバン学習では脳の前頭前野、頭頂葉など思考、判断、記憶を司る脳の重要な領域を鍛えることができます。特にワーキングメモリと言われる短期記憶であったり、空間認知、集中力、情報処理能力といった、人生で大人になってからでもずっと使えるような力が自然とソロバンを通して鍛えることができます。ではどうしてソロバンがそこまで脳に効くのかを解説していきます。理由は大きく3つ。まず1つ目は、複数の感覚を同時に使うから。ソロバンでは目で問題を見て、指でソロバンを弾いて、頭で計算をしながら、場合によっては声にも出して確認をしていきます。つまり視覚、聴覚、触覚、そして指の運動感覚がフル稼働している状態です。このようにただ指だけで計算をしているように見えて、ソロバンってどちらかというと全身で考えるような体験になるんですね。この体験が脳をバランスよく刺激することにつながります。次に2つ目は、イメージを使った暗算で右脳が活性化すること。ソロバンを続けていくと、頭の中にソロバンを思い浮かべて計算をするようになります。これを珠算式暗算と呼び、ソロバン教室では必ず珠算式暗算を指導をしています。この時に活躍するのが、右脳の空間処理能力、そして直感的な思考力、この2つを主に使います。3つ目は、手先の細かい動きが脳の成長を促すから。皆さん、脳を活性化するために指をグーパー動かしたりとか、このような運動が脳トレに効果があるというお話を聞いたことはありませんか？実は手と指というのは第二の脳と呼ばれていて、脳の刺激に直結する部分なんですね。なのでソロバンを通して指を動かす作業は脳トレに直結するので、お子様はもちろん大人の方の脳トレ、脳の発達にとても効果的なんです。ここで右脳と左脳の違いにも触れておきましょう。簡単に言うと、左脳は論理、言語、計算などの分析的な処理を担当する部分です。次に右脳はイメージ、空間、直感などの直感的な処理を行う脳の機能です。言葉を学習してスムーズに話せるようになる3歳から4歳ぐらいからは、日常生活では左脳の方を優先して使ってしまうんですね。ですがソロバンは違います。最初は左脳を使って計算方法を理解して計算をしていくんですけど、慣れてくると右脳を使ってイメージでソロバンを弾くようになっていきます。ここで少し右脳と左脳の違いを分かりやすく日常生活の例で想像してみましょう。例えば、あなたが初めて行く場所に向かっているとき、信号を渡って3つ目の角を右というように順序通りに考えるのは左脳の働きです。一方で、あれ、この建物なんか見たことあるとなんとなくの感覚で道を思い出すのは右脳の働きです。他にも会話中に、今私が実際にお話ししているように言葉を並べて順序通りに説明をしていくという働きは左脳の役割です。なので今私は左脳を使っていることになりますね。次に右脳の場合は、相手の表情や声のトーンから空気を読むというのは右脳の働きとなります。部屋の模様替えでも家具の配置を図で書いて考えるのが左脳。
実際に置いてみたときになんとなく合わないなとか、頭の中で家具をどこに置こうとシミュレーションをしているのは右脳の役割です。このように右脳と左脳は使う分野が全く違うんですけれども、どちらも皆さん日常でフル活用をしています。そしてそろばんはこの両方の脳をバランスよく同時に使うとても貴重な学習になります。そして何よりそろばんで得られた力は日常生活や他の教科にも応用することができます。例えばお買い物での計算が早い、数字に強くなる、試験の計算問題がすぐ解ける、論理的に考える力が身につく、集中力が続くようになる、特に小学生や中学生にとっての思考の土台を育てるのにぴったりなトレーニングとなります。ここでそろばんと脳についての科学的な研究結果をご紹介します。ではまず一つ目の研究。1989年の日本の研究では、そろばんを習っている子どもたちが暗算をしている最中の脳の使い方を調べました。するとそろばんの上級者の子どもは右脳をより積極的に使っていることがデータとして判明しました。通常であれば計算は左脳の役割なのですが、そろばん経験者は数を映像としてイメージをするため、空間認知や視覚イメージを司る右脳が活発に働くんですね。つまりそろばんはただの計算ではなく、主に右脳、そして脳全体を活発に使うことができるトレーニングだということが研究で判明しました。では次に2つ目の研究。次に紹介するのは東京大学の研究チームが行った脳波の実験です。そろばんでいわゆる上級者と呼ばれる人と初心者の人を対象に数字を記憶してもらう課題を行ったところ、上級者の脳では前頭葉から後頭葉にかけて広範囲の神経ネットワークが一気に活性化していることがデータとして判明しています。そしてこの活性化はなんと 0.2 秒から 0.4 秒といった一瞬の間に起こっていることも分かりました。つまりそろばん経験者、そしてそろばんが上手になればなるほど情報を一気に処理をして効率よく記憶計算するための特別なネットワークが育っていると言えます。これは将来的に記憶力や集中力にも好影響を与える可能性がありますね。次に3つ目の研究。この研究は海外で行われた研究です。海外でも近年ソロバンが脳に与える影響に注目され、ソロバンを習う人が増えています。2019年に中国とアメリカの研究チームがソロバン式暗算を学ぶ子どもたちを対象にした実験では、ワーキングメモリが大きく伸びたという結果が出ました。ワーキングメモリは今必要な情報を一時的に保持しながら処理をする力のことです。これは勉強全般はもちろん、将来の仕事や人間関係といった人生においてとても必要な力です。そろばんは数を覚え、頭の中で計算をして答えを導く。まさにワーキングメモリのトレーニングにぴったりな内容なんです。計算が早いから学力が高い、そろばんができるから賢いという単純な話ではなく、そろばんで鍛えた集中力や処理速度、他の教科の理解力を上げたり、他の教科を勉強するときの集中につながっている可能性があるようです。このようにそろばんはただの計算の道具というわけではなく、脳や学力全体の土台を育てる教育法として様々な研究でもその効果が裏付けられています。では最後にまとめです。そろばんは前頭前野、頭頂葉、右脳、左脳など脳の様々な領域を活性化することができます。複数の感覚を使うことで脳のネットワーク全体が強化されます。特にイメージ暗算、珠算式暗算では右脳の空間処理能力、直感力が爆速的に伸びます。こうした力は日常生活や多教科の学習にも応用が可能です。科学的な研究でもソロバン学習者の脳機能の向上が証明されています。東谷珠算塾ではただの計算力では終わらせず、こうした一生使える能力を育てることを目的としたソロバン指導を行っています。
オンラインで受講が可能なので、興味のある方はぜひ概要欄からチェックをしてください。この動画が参考になった方は高評価をお願いします。次回の動画ではソロ版は何歳から始めたらいいかというお話をしていきます。次回の動画も見逃さないようにチャンネル登録をしてチェックをしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。